それでは多田が表題の文献について紹介させていただきます。この論文は、昨年の ACL のショートペーパーになります。でまずアブストラクトで、分散表現っていうのは、皆さんご存知の通りいろいろな、タスクに使われているっていう今日があるんですけど、単語ベクトルについては、その汎用性もあるので、盛んに、その単語ベクトル自体っていうのを研究されてきたっていう背景があります。ただ、文章エンベディング文ベクトルの、性質についてっていうのは、あんまり研究されていないっていう現状があります。で、そこで、この論文では、文の構文構造だったり意味の変化っていう、ところをちゃんと 文の分散表現が、こう捉えられるかっていうか、そういったことによってどんな影響を受けるかっていうことを、調べています。で評価するために、文の、3つのペアを作る方法、それに先ほどの目的に沿った、文の3つのペアを作る方法っていうのも併せて提案しています。で繰り返しになりますが、これまでのところ文分散表現の特性については、分かっていないっていうところがあります。で、文ベクトルの特徴というか、文ベクトルは可変長の入力文っていうのを固定の密なベクトルにして動かしているっていうところがあります。で、文埋め込みっていうのは、主に、コサイン類似度だったりっていうので文ベクトル間の、類似性を見て、人間の感覚に近いかみたいのを判断していたり して評価されてきました。で、分析を行うためにまず先ほど挙げた評価データっていうのを作っていくんですが、文のわずかな変化っていうのも、文の意味に変化を与えるので、そこを踏まえて、データセットを作っていきます。で、この、3つの例でもそうなんですが、1番目がオリジナルで、2番目が、否定形が入る、で3番目が、ジャンピングかホッピングになっている。で、意味的には、1番目と3番目が近いんですが、文自体を見るとやっぱり1番目と2番目が近いっていうも言えるかなっていうのがあるので、そこら辺をこうちゃんと見ていきます。で、先ほどのような3つのペアを作るのに、文のオリジナル文から、文のなんていうんですかね、ペアを作るための、処理の変換っていうのをこの論文では7種類挙げて行っています。で1つ目は、先ほどもあったんですが、文の、最初の動詞に否定を入れて、否定文を作ってあげるっていうものになります。で2つ目は、あで始まる文の文頭に there is no っていうのを入れてあげるっていうものになります。で3つ目は、先ほどもあったんですが、これだと、トーキングをチャッティングに変えている、文を似たような同義語に置き換えてあげるっていうことをしています。で4つ目に、誰々が言ったみたいな、こう最初に say みたいな動詞が来る文を、後ろの、文の、なんていうんですかね、主なところを持ってきて抽出してあげて文を作ってあげます。で、次の、処理は、ノード体を受動体にしてあげるっていうものになります。で次の文が、somebody verb っていうこのルールの構文に一致する場合に、目的語と主語を入れ替えてあげるっていう処理をします。で最後の処理で、1点のを、ピボットとして定めてあげて、その前後、文のそのポイント以前と以後を入れ替えてあげるっていうような処理をします。これで、単語共通するんですが意味が変わってきます。で、それらを踏まえて先ほどの、これら7つの、文の変化っていうのを使って、先ほど挙げた文の3つのペアっていうのを作ってあげていきます。で、まず1つ目が、
まあ、指定系の絵を、ちゃんと検出してあげるっていうもので、まあ、オリジナル文と、まあ、同義語と、まあ、指定系のもの、ノット入れてあげる指定系のものですね。でこれで、まあ、同義語の変換にするものがちゃんと取れているか、指定形より近くなっているかっていうものを見てあげます。 で次に、まあ、先ほどの、まあ、指定形にしてあげるものっていうのを2つとオリジナルで、これで、その3つのペアで見て、指定形同士が近くなるかっていうのを見てあげます。で、3つ目は、まあ、オリジナル文章とそこから、最初に性みたいのが入ってたもの、文の主なところを抽出してきてあげたものと、まあ、指定形の3つのペアを作ってあげて、まあ、その前2つが、近く取れるかっていうものを見てあげます。で4つ目に、まあ、オリジナルとそれを受動体にしたものと、まあ、主語と述語を入れ替えてあげたもの、あ、こっちの3つ例挙げてますのペアを見てあげます。で最後に、ね、これだけちょっと変換じゃないのが入るんですが、まあ、文章見込みの共通する単語より意味が近いかっていうのを見たいので、シックデータセットっていうのから、意味の関連性スコアっていうのとガインラベルっていうのがあるらしいんですが、それを見てあげ、それに従って、類似する、文章のペアを取ってきてあげます。で、まあ、文の構造が近いと意味がないというか、ちょっと評価に支障が出るので、編集距離を見てあげて、編集距離が大きいものを取ってきてあげます。で、この5つのデータセットで実験をしていきます。でこれが、まあ、データセットなんですけど、まあ、これらのソース文は、この3つの、コーパスから、取ってきてあげるということをしています。で、文自体は、先ほど挙げたルールで自動で処理するんですが、意味を、司るというか意味が重要となるものは確認のために人手で、チェックをしてあげています。で先ほどの同義語置換のものに関しては、文脈からすると、まあ、適切じゃないかなっていう言い換えも、まあ、残念ながら含まれているというふうにされていました。で、ここから、ここでは、実験に使うエンベディング手法ですね。で、上2つが、単語ベクトルをベースにして、まあ、文を扱ってあげるもので、下3つが、まあ、代表的な文ベクトル、文分散表現の手法になります。で、まず否定形を見るものなんですが、まあ、S がオリジナルで、S プラスが同義語で、A と S のアスリスクじゃないですね、スターがついているのは、指定形になります。でここでは S と S プラスが、近いことが望ましくて、これそれぞれは、コサイン類似度の平均になっています。で最後のアキュラシーっていうのは、先ほどみたいにこっちとこっちのペアの方、あ、こっちとこっちのペアの方がこっちよりこっちとそれぞれのペアより高くなっているっていう求めたい結果が得られているっていうものをアキュラシーとしています。でここでは、まあまあ、単語分散表現よりは高くて、まあ、この下2つが、下2つ、まあ、スキップトツとそのインファーセントが、高くなっています。で次に、まあ、指定形同士が近くなるかっていうものなんですが、ここで、まあ、もちろんと言いますか、まあ、先ほどと同様に、まあ、文ベクトルの方高くなるんですが、まあ、スキップ等々とか、先頭ツーベックとかが思ったより、スコアが上がらない、インファーセントでスコアが高くなるというような傾向が見られました。で3つ目に、
まあ、オリジナルと、まあ、その、文の主となるものを抽出してきたものと、まあ、非定形で、まあ、それぞれの類似度を見てあげます。で、先ほどとは逆になって、今度は2ベクが高いっていうようなスコアになって、まあ下2つは、あまり精度が上がらなかったっていうところがあります。で、また、続くんですが、まあ、次は、オリジナルと今受動体にしたものと、主語と述語を入れ替えてあげたものになります。でここは結構、どれもあまり良くないんですが、まあこの下2つが、まあ、かろうじて、まあ、ある程度得られたけど、まあ、どのアプローチも、このものに関しては、良くなかったっていうような結果になっています。で、最後に、オリジナル と、意味が近いペア、編集距離が大きくて、意味が近くもの持ってきたものと、文の1点をポイントとして、前後を入れ替えた、前後文ポイント以前と以後を入れ替えたものを見ています。でここでは、まあ、下2つでは、まあ、構成する単語よりもちゃんと意味を得られています。で逆にこう上4つ、まあ、2つベックまでは、全然、まあ、やっぱ単語近い単語近い単語というか構成する単語が同じ、まあ、文ベクトルとかまあそれしょうがないんですが、全然、欲しい結果は得られなかったということになっています。でコンクルージョンです。で今回この論文では分散表現手法の意味の特性に関して評価する、方法、まあ、フレームワークを提案しました。まあ、合わせて、文の編集方法等も、提案しています。で3つの代表的な文埋め込みについて、分析を行いました。で、まあ、一部のタスクで、ほぼ、単語表現単語分散表現と変わらない、まあ、あまりこう精度が出ないものあったんですが、ほとんどの場合において、まあ、文章埋め込みっていうのは、文の意味を得る上で、単語埋め込みより、単語埋め込みの、まあ、今回単純平均でしたが、それよりは精度が高いという結果を得ることができたということを、下は述べています。以上で発表を終わります。